あの、主人公のね、目線だけで語ってるんですね。俯瞰的な説明っていうのは、主人公の家の外観とか、あと、主人公の家がある村とか、もう異世界なのは、この主人公にはわかんないんだけど、もう俺ら、テレビの視聴者には分かってるよ。だって、無職転生っていうタイトルなんだもんって、分かってるよ。だから、さっさとドラゴンがいるのか、お城があるのかとか、そういうのを見せてくれと思うんですけど、一切見せないんですね。あの、全体像を見せないと。で、主観に徹してるんですよ。で、 主観に徹するとどうなっちゃうかというとね、絵が地味になるんですね。永遠、まああ、まだ生後半年の赤ちゃんですからですねあの、家の中しか見せられないんですよ。だから地味な絵になってしまうんですね。ただ地味な絵でも飽きさせないもう密度で見せてるからですね、見れるんですけど。あと、主人公のモノローグで進行するスタイルなんですよね。で、えー、画面でですね、見せているものとモノローグで語ってる内容とのズレっていうのを利用してます。 ままあ、で説明しますで。この主人公のモノローグっていうのはあの声優さんん人使ってるんですね。あの名探偵コナンでそのコナン君が大人に向かって子供っぽくしゃべる時と自分の独り言として考える時の時って、まあ、一応大人と子供の声なんですけどあれは声優さん一人じゃないですかつまり声優さん一人でそのキャラクター内で使い分けるっていうのがアニメーションの当たり前なんですけどもですねその 今回のアニメではですね、その大人の声とその子供の声が全く違う声にしたいのでですね。だって前世の34歳の男と今回のその生まれ変わったルーデウスっていうのは完全に別人なのでですね、本当に声が違うんですよね。で これってあの、一番最初に発表された小説では無理な表現だし、あと漫画化された時も無理なアニメーションのオリジナルの演出プランなんですね。で、なんでこれが僕がちょっと引っかかってるのかっていうとね、演出プラン難しいからなんですよ。あの、本来演技でやるべき切り替えですかね。一人の声優さんが、ちょっと待って、俺にはそれはあの、聞いた覚えがある。よし、聞いてみよう。ねえねえ、これどうなってるのこれは声優さんの演技でできるんですよ。 つまり、こういうふうに思ってるっていうふうなことで、声を潜めて、それで、こう、聞くっていう、こうあの、ぶりっこして聞くっていうのは、一人の声優さんの演技プランの中でできる、つまり、声優さんの中にキャラクターがちゃんと生まれるんですね。ところがですね、その切り替えをですね、音響監督がやるしかないんですよ。でおまけに、今コロナだから。 多分そういうのを別撮りでやる時もあると思うんですね。つまり、子供の,、えー、の声をしたルディですね。ルディをすルディって呼んだんですけど、ルディと大人のですね、あの内面の声、モノローグのメインの声のルディを別の声優さんがやってて、それを別撮りの可能性もあるわけですね。それを、その、なんだろう、音響監督が別撮りで撮って、後で合わせて演出にしなきゃいけないってですね。まあ、あの、すごいね、声優さんにもフラストレーションが溜まりやすい。 仕事ですね。声優さんにしてみたら、全部自分でやらないとキャラクターがつかめないっていうふうに思っちゃうし、音響監督にしてみたら、ちょっとこれ、声優分けてやる監督の意図は分かりますけども、こう不自然になるんじゃないかなっていうふうに試し試しやってる感じがするんですね。まあ、うまくいってるんですうまくいってるんですけど、かなり難しい調整ですね。<laughs> で、えー、次のカットですね。 で、えー、ルディが見て回る家の中です。えー、ガラス窓から外を見てるときです、えー。ガラス窓に顔を近づけるとルディの顔がギューと歪みます。つまり、えーあのまあ、ステンドグラスみたいな、この中鉄でできた、えー、リングにですね、えー、丸いガラスをはめ込んでるんですね。この部分もガラスをはめ込んでるんですけども、まあ、あのそういうですね、細工物なんですね。で まあ、あの、これあの、昔の後方のガラスだからですね、こう歪むうんですよ。板ガラスを作る技術がないので、わざわざこのルディの顔がちゃんと歪んでるという表現を入れてるんですけども、ちょっと凝りすぎですよね。あれ、いわゆるファンタジーと違うぞって思うのが、まあ、この辺から分かってきたんですよね。トイレの書き込みとかも異常です。で、その窓の外の風景が、まあ、田園風景で、ここは電気もパソコンもないのかということで、まだ主人公の主観、 以外見せてないので、ファンタジーの世界と分かりません。ところがよくよく見るとですねお父さんのパウロが庭で剣を振るってるとおいおい中二病かっていうふうに主人公を突っ込むんですけども、まあ、あのこれもですねそのまだわかんないわかんなかったんですね主人公はでこの剣を振ってるのを見て思わずびっくりして後ろ向きに落ちて頭を打ってしまうと。 台所で。そうするとお母さんが駆け寄ってきて、あ、痛かった、痛かったって言うんですよね。だただ、その落ちた赤ん坊のルディ、生後半年のルディは、心の中は34歳のおっさんなんで、まあ、泣かない子供なんですけれどもですね。で、えー、お母さんがですね、じゃあおまじないしてあげるわねと言って、ヒーリングの魔法をかけるんですよ。 で、まあ、あの、お母さんが呪文を詠唱し出すと、おいおい、母親の方も中二病かよと。父親は剣を振ってるし、母親も剣を振ってるし、なんで俺はこんな中二病の両親のところに生まれちまったんだみたいな一人ごと言ってると、本当に手からですね、なんか光が出て痛みが消えていくんですね。え、間違いないと。変だ変だと思ったけど、ここは剣と魔法の世界だ。ここは地球上じゃないんだっていうふうなことで主人公うわーって叫んで、それで空をアップになったら空に、 またね、地味な生物が飛んでるんですよね。鳥じゃないんだけど、ドラゴンでもない地味な生物が飛んでて、ここでいくらなんでもオープニングかとか、ここでいくらなんでも無色天生ってタイトル出てくるとまだかからないんですよね。で、そっからですね、まだまだ地味な室内の様子が続きます。一歳でようやっと歩けるようになって、物置で本を発見すると5冊あるんですけど、 だ、あの、題名すらも読めない。一応喋れるようにはなったし、聞いててわかるんですけども、まあ、副作用もちゃんとあるんですね。この、あの、生まれ変わった俺の体はやたら物覚えがいいと。子供ってこんなに物覚えがいいのか、それとも、この体の遺伝子が優秀なのかわかんないけども、ありがたい、ありがたいって言いながら、まあ、どんどん言葉を覚えるんですけど。で、2歳になったらようやっとお父さんが本の読み聞かせしてくれるんでですね、文字が読めるようになるんですね。で、えー、その、見つけた本がですね、 魔術教本だということが分かります。えー、魔術の本ですね。えー、ちょっと分かりにくいんですけどね、縁がギザギザなの分かりますか紙の縁が。紙の縁がギザギザなのは、まあ、用紙しか何か分からないんですけど、紙の製法がまだ今みたいな完成度じゃない未完成だからですね。紙を断ち切ってやってるんではなくて、えー、一応シートみたいなものができたら、吸いてできたら、それをそのまま使ってるから、まあ、縁がギザギザなんです。で、全部カラーで、 あの、いろんなものが書いてあるんで、おそらく写本でしょう。写本といって人間が手で写して、で、人間が手で色を塗って仕上げたような本だと思います。で、読んでるシーンですね。一生懸命読んでます。で、魔術には映像と魔法陣、2種類の発動方法があると。しかし現在は映像が主流。魔法陣というのは割と使わないと。で、個人の魔力,魔力量、どれくらいの魔力を使えるのかという絶対量は生まれつき決まっている。 でこういうですね、あの、魔法のルール説明があります。で、これね、前編通してかなり重要な設定なんですよ。で、この段階ではモノローグだけで話してるんですね。だから、あの、まあ、流し聞いて大丈夫なんですよ。で、この後自分でちゃんとそれを実験して知るというプロセスで書くから、この一番基本の設定の、まずあの、個人の魔力量は生まれつき決まっていると。で、呪文は炎症して、声に出して、 呪文を唱えることで発動するのだっていう、この世界の基本ルールっていうのはですね、ここではまだセリフだけです。で、えー、ルディがですね、試しに、ま、あの、本に書いてあった呪文を読んでみるとですね、魔法が使えます。で、それが足のさ、あの、足からですね、指先へとですね、魔力がこう伝わっていくような表現があるんですね。 で、足からなんでこ伝わるような表現をするのかっていうと、この無色転生の世界ではですね、魔力っていうのはですね、あの、なんだろうな、その地方ごとの、その土地ごとのですね、資源なんですね。地下資源みたいなものなんです。資源みたいなもんで。それを利用するんですよ。だから、大陸によって、そのそれぞれの大陸のごとの魔力総量というのは違うと。なので、その大陸ごとに植生も違う。いわゆる生えている植物の種類も違う。 魔力がすごい盛んなことを、ところに行けば植物もあの魔獣になりやすい。魔法植物になりやすいし、動物もそう。でも魔力が少ないところに行くと全然ですね、普通に野菜とかが取れたりするっていうですね、まあ、かなり細かい設定です。